一回肉やかん。わっほらこんな。怖っ。怖っ。もうこん。あ、やばい、やばい、やられる。あ、よし。あれ？ちょ待って。こいつ落としたぞ。え、何落としたの？え、なんかあそこにはまるやつ絶対。俺さっき見たもんの形。嘘。ちょっとウェイポイントっすよ。わ？ウェイポイント中にお前そんなことしていいと思ってる？お前顔なくなんで。せめてさ、この沼地のお守りだけちょっとはめに行きたいんだけど。いいね、はめて。あ、これゴリ押したら勝てるかも。あ、俺もそれ同じやつ落としとった。いいぞ。ナイス。あー、もうそれやめて。あー、ダメだ。イライラして頭痒くなってきた。そんな任せろ。あれ、俺の方来たわ。ほら、あ、揃った。臭い。いけるぞ。パン。え、真ん中なんなん。え、真ん中なんなん。あいつのスポナーが祭壇の下にあるから、うんうん、もう破片をとりあえず4つはめたら、うん、それスポナーは壊していい。 あった。やってしまいな。なんだらアニメーションが始まるとか。なんか始まる？もう始まらん。もしかしてやった？もう一回だけ見させて。これ、あ、待って、お守り。あ。あ。やったよな、これ。なんか、もう一種類お守りある、これ。俺、なんか、壊した後にちょっと気づいた。なんか、同じ骨使うのおかしいなとは思ってたけど。あ。あ、これか？これだ！手に入れた。やったー。もう行こうぜ。行っちゃおうぜ。プルン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 。バイク全開。急に語彙力下がるよ。バイク全開じゃない、アクセル全開じゃなくてバイク全開なんだ。入れちゃっていいっすか。いいよ。始まります。あ、なんか光ってる周りが。あ、かっけえかも。なんかかっけえよ。あ、ほんまや、なんか光ってる。何あれ。沼地のお守り。これでもう向こうに行くことはできるんですが、どうしますか。え、一回家戻んねえじゃん。 家に作んない。せめてなんか。そうね、行きます。十分なスペースがないって出てきた。どのぐらいのスペースがいるんだ逆に。行きます。スペースがない。行きます。スペースがない。はぁ、どんだけ必要なの。どんだけ良さだこれ。シャベルと作ってくるわ。さぞ立派ででかいやつができるんやろうな。期待してるで兄ちゃん。これでしょぼくてなんかあの黄昏の森レベルのちっちゃいポータルだったら許さへんねお前。そんな世界燃やしてまうで。あるところにへし折りの大きなというものありきり。怖っ。出だすから怖いよ。もういけんじゃんこれ、さすがに。いや、もうここまで来たら平地にしたくなってしまった。しょっとるけ。これはいけるやろ。いいっすか。いいよ。うおっ、でこっ。めちゃめちゃでこだよな。普通にマジで結構リアル奥まで掘っといてよかったレベルだな。こんなでかいもんない。怖ー。おお、がっつりいったね。え、すごい。
グニャーって感じになってる。すごっ。そんな、え、うわすげえ、このグニャはよう、え、てかなんかどうなってんのこれ。来た、もうセール食べる。あ、食べる、飛んだ。原生地、え、持ってきたやつ全部これになったんだけど。え、待って、これ食料か。え、え、肉全部これになったんだけど。ははは、うそ、うそ、え、すごいこれ、すっちゃ吸い込まれへん。え、見てこれ、何それ。こういうのって乗れるのかと思ったけど普通にあれないやん。俺のジャンプできる、明かり置いてこい。え、え、何もできひんやん。返してくれや、俺のタイマー使わせてくれや。え、ま、待って、剣振る速度、え、やば、え、結構きつい。え、そんな、え、どこ行ってこう。あと待って、とりあえずポータルさ、ベイポイントしていこうぜ、うん、あ、ほんとそれや。ちょっと待って、何が毒になった今。あ、え、この木、右上というか 体力のさ、新しいやつない？え、ねえ、なんだろうねこれ。木掘ってみようかな。治療法。あ、そっか、食べ物ないのかも。ん、なんかこの木取ったら木じゃなくてなんか用途。腐敗を回復やって、樹液ボール。これなんか腐敗なのかな、これ腐敗してんのか。鎖、え、鎖ゲージってなんか変化あった？え、なんかね、0.5 減ってた今。マジか、じゃあそれ減るんや。え、ほんまや、見えるわ。え、すげえ、なんか並べてんの見えるで。大丈夫、上に。こうなったら早い。あ、早い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 。あ、早い。あー、じゃあ鉄とかあんま意味ないんか、もしかして。置いてくるか、邪魔やし。それはある。そしたら。え、何あれ、でけえカエルなんだけど。い、敵ではないな、敵ではないんじゃん、わかんない。めっちゃ逃げ帰るように。ちょ、ここ取って、ここにちょっと一回あれ作るか、安心できる土地を作ろう。ちょっとあん土地作るか。キノコめっちゃ取ってるけど、せんま。狭い家。ちょっと見に行ってみるか。大丈夫入って。全然もうめっちゃ綺麗な水やった、3回ぐらい飲んだけど。なんか飛ばしてきてるよ。なんかいるな。てか、なんかいるというか、何あれ、虫かあれ、なんか気に止まってるやつが。え、しかも結構痛いんだけど。俺ら剣がないからな。キノコ一応食べれんで、ゆかの。え、マジ、うん、ほんまや。健康には良くないかもしれんけど一応や。え、なんだ、キショ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 。あ、やばいやばい。え、気持ち悪い。なんかカブトムシの幼虫みたいなやついるよ。どこ行った？い、水の中泳いでる。なんか気壊してたらそいつが出てきた。え、なんかケツめっちゃ揺れてんじゃん。ほら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 、ほら、ほら、ほら、汚染されるわこの水の中だったら。こんなん便所の裏に生えてるキノコやん。めちゃくちゃ言うよ。俺も喜んでさっきから食べてんねん今日。肉食獣みたいなのいる。え、どこ？これ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 。あ、あれか。これ。おー、なんかワニみたいなやつ。え、そうそう、これなんかさっきから上に飛んでるホタルみたいなの食いつくしてる。ほんまやほんまや。これ絶対入ったら秒殺されるやつだね、これ。水の中行ったらダメだこれ。なんかおるで。何あれ。え、なんかやばいやつおる。え、これ絶対敵やんな。絶対敵みたいなやつがこっちを見てるんやけど、こっち見てたらもう敵やで、それ。そっぽ向いてたらまだ分からんけど、こっち見てたら敵対してるってことだからもう敵やで。目痛くなってきてこれ。松明マジで早欲しいねんけど、暗すぎて目痛い。石をほろ。原木を入れて、木材入れて、やり
左のないやろ、ちょっと待ってね。これ左のこのマークのアイテム探さな無理かもしれない。